そこ G-4 スーパーガレブセルビア空軍の G-4 スーパーガレブそこ G-4 スーパーガレブはユーゴスラビアで開発されたジェット練習機。1970年代に前作 G-2 ガレブ及び T-33 の後継として開発された機体で名称こそがレブを受け継いでいるが全くの新設契機である。 初号機は1978年7月17日に、2号機は翌年12月17日にそれぞれ初飛行した。1980年12月17日には全量産型機が初飛行し、全規模生産は1983年に開始され、1985年からユーゴスラビア空軍への引き渡しを開始。ユーゴスラビア空軍の極義飛行隊、 レテッチェスベズででも使用されていた。少数ながらミャンマーへ輸出もされている。機体は BAE ホークに似た低翼の単発機で、主翼は22度の高体格を持つ高体翼となっている。タンデム複座のコックピットは後席が25センチメートル高く配置され、前後どちらにもマーチンベーカー製の射出座席を装備している。 中央胴体下部には離陸補助用ロケットの装備も可能とされているが実際に使用されたかどうかは不明である。主翼化と胴体化に合計5カ所のハードポイントを備え、軽攻撃機としての使用も可能。総生産数は136機に達したとされているが、ユーゴスラビア紛争の影響で91機の生産に止まったとする資料もある。1992年5月にそこ者の モスタル工場が閉鎖された際はまだ数機の機体フレームが未完成状態のまま残っており、生産用の時効具はユトバ社に引き取られたが、生産の再開は確認されておらず、そのまま生産は終了したとみられている。その前年には、対地攻撃能力を強化した G-4M という派生型が発表されており、機外搭載重量を増やし、電子機器の近代化や、 主翼端へ空対空ミサイル用ランチャーの装備を行うとされ J-21 やストレブの後継として装備が進められるとも言われていたが実用化には至らなかった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の際は旧ユーゴスラビア空軍機の一部がセルビア人勢力によって使用されていた。一連の紛争を生き延びた機体は現在も旧ユーゴスラビア諸国で運用されており、 セルビアが保有する機体の一部は近代化改修を施された G-4MD となっている。唯一の輸入国であったミャンマー空軍では1960年代前半から長らく使用されてきた AT-33 の大体の軽攻撃機として1990年代初頭に導入した。2014年現在も同体化に機銃ポッドを搭載して 爆撃任務や近接航空支援に従事している。ありがとうございます。